大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。公園までの乗車券と11時50分発のサザンで三崎公園まで4号車両をお取りしてます。池下1番目の三ヶ崎通りください。皆さんこんにちは、メタボのおっさんです。今見ていただいている映像は2020年2月、南海の三崎公園が3月末でなくなるので最後に行っとこうぜって家族で、サザンに乗って三崎公園に行ってきました。南海の特急サザンは1万系の写ってる1万系と1万2000系のサザンプレミアムの2系統が走っています。サザンプレミアムはプラズマクラスターがついていたりとか、コンセントがついてたりするんですけれども、1万系は昭和の末期から平成の初めにかけて作られた車両で、この令和の時代にはやや古さはありますが、もし1万系を乗る場合は4両編成の真ん中2両を乗りましょう。真ん中2両はちょっと窓見てもらったら分かるように後で増結された車両で、何が違うかというと、このようにテーブルが出てきます。先頭車両はこのテーブルが出てこないので、目的地に向かうまでにビールとかおつまみとか弁当とか食べたい方は真ん中予約しましょう。南海電車は阪南市を出ると海が見えてくるんですけど、その景色がめちゃめちゃ綺麗です。しばらくすると目的の三崎公園が見えてきました。列車は三崎公園駅に到着です。三崎公園は南海電鉄が作っただけあって、駅のすぐ近くにあります。昔は大阪もこういう遊園地多かったんですけれども、三崎公園がなくなって、関西で遊園地って言ったら、まあ USJ はあるけど、あとひらパーとか生駒山上遊園とか、あとは須磨浦山上遊園とかかな。三崎公園最後の月はこのように駐車場もいっぱいでした。今回は三崎公園の入場券がついた切符でしたので、切符を買うことなく三崎公園に入ることができました。うちの娘にとって最初で最後の三崎公園です。メタボのおっさんは何回か三崎公園行ったことあるはずなんですけど、全く覚えてへんわ。これ動物園なんかあるんですね。全然知らんかったです。このお猿の山とかね、これ多分まあめっちゃ昔からあると思うんですけど、でイルカショーのところはまあ割と新しいかなと思うんですけど、動物園と遊園地、昔行った時も乗ったことあるやつが何台かあったんやろうな。動物の方もライオンとかシマウマとかキリンとか、大きい動物からちっちゃい動物まで、いました。で、今レストラン映ってますけど、ここもなんか結構人並んでました。で、遊園地コーナーは、絶叫マシンよりこうやって、家族で遊べるような乗り物が多いです。なんか行ってみてわかるんですけど、なんか娘が小学校低学年とかね、幼稚園の時にもっと三崎公園行ったらよかったなと思って、こんなね射的のやつとか、ほんでこの、ワクワク電車ランド、これ南海の車両がね、本物の、先頭のちょっと一部飾ってあるけど、ラピートなんてここでトレインシミュレーターできますからね。あとはもうこういう、トラムというんですか、園内を一周する乗り物があったりとかして、本当に、家族連れで一日楽しめる素敵な場所やなと思いました。まあ、そういうのね、分かった頃に娘が大きなったり、亡くなったりするんで、まあ、大体そうやな、いつもこれぐらい混んどったら潰れることないのかなと思いました。メタボのおっさんの歌もいよいよ食レポやめて、Vlog 変えと思ってはる人もいるかもしれませんが、いえいえ、今日もちゃんと、美味しいお店ご紹介します。なんと三崎公園のすぐ近くに美味しい海鮮料理食べさせてくれるお店があります。その海鮮料理食べさせてくれるお店は、三崎公園のイルカコーナーのすぐ横なんですけれども、こちら旅館とお食事処岡野さん。ここは夏は、海の家みたいな存在で、
駐車場も貸してくれはりますし、かき氷も食べれます。で、冬のこの時期は、目の前で採れた美味しい海のもんを食べさせてくれはるお店です。カレイの唐揚げとかワタリガニとかハギとか、メニューに書いてあります。期待を、持ちながら、まずはその、選手の海を見ます。海から見るとこんな感じで、岡野さんと三崎公園です。はい、では中に入ってみます。カウンター兼厨房、こんな感じでむっちゃええ感じです。この時2月やったので、結構夕方冷えてきて、おでんを食べながら、電車で来たのでビールを飲みながら、メニュー何頼もうか考えました。店内にはイケスがあって、そのイケスで泳いでいる魚を調理してくれはります。見てください、この大きいハゲ。ハゲっていうのはあのハギのことですね。早速これを一匹、調理してもらいました。ならね、これ目の前で、こうやって網ですくうて、それを見せてくれはります。大阪市内にもイケス料理ありますけれども、こちらは、地の魚を泳がしてはるので、天候が悪いとね、何にも食うもんない時が、あったりします。その時はね、ハンバーグ定食とか食べる時があります。網でハギをすくってくれはりました。じゃあこれを今から調理します。で、調理された、ハギがこちらです。この真ん中のピンク色なのは、肝ですね。このハギの肝がすごいうまいです。まあどっちかというとハギは刺身も美味しいけど、肝がうまいですよね。肝ね、ハギのアラで、お味噌汁も作ってくれはります。一匹丸ごといただきます。こちらはおにぎり、これも海苔、地元のやつです。でこれが言うてた、ハギの肝です。ほんの少し前までそこのイケスで、泳いどった、ハギなので鮮度は抜群です。岡野さん実は2021年の8月にも、お邪魔しました。その時イケスにハモを泳いでましたね。これで、カワハギを丼、にして、昼飯いただいたんですけれども、こちらですね。肝が上の方にありますね。でこちら、海鮮丼、注文しました。でこの夏に行った時に、柱に貼ってあるこの店内撮影お断りという張り紙ですけど、聞けば、了解もなくあちこち厨房の中なんかも写真を撮られたそうで、なんか気持ち悪いから貼ってますって言って貼りました。料理とかはね、これ撮影していいですかって言ったら、いいよいいよって言ってくれはったので、きちっと、許可もらえば撮影できると思います。2020年の2月の時に、戻ります。ご飯をいっぱい食べてお腹いっぱいになって今から大阪に戻るんですけれども、三崎公園はこの時間閉園していて、三崎公園の外側のこの道を歩いて駅まで向かいます。夕暮れの時間ですけれど、2月なので暗くなるのが早い時期で、ここから急に暗くなっていきます。この道暗くなったら怖いので駅まで急いで歩いていきます。近道やって言っても三崎公園の南の端から北の端までなので、結構歩くと距離はあります。駐車場まで戻ってくると道路は大渋滞でした。駐車場に、こんなに渋滞ができているのは久しぶりでしょうね。三崎公園から特急サザンに乗って難波まで帰ります。サザンプレミアム乗りたいんですけど、帰りも1万系でした。何も調べずに、サザン乗ると、大体がこの1万系です。まあええけど、ほんでこん時は、三崎公園来園者限定大人200円、小200円で、サザンの指定席車両が乗れるという切符があって、まあ3人で500円やったらええかと、ついつい買って楽をしてしまいました。また転換シートを向けて、4人の、ボックス席にして、帰り難波まで、車中楽しみました。で難波駅に着くと、駅構内に、これ、ああそういやそんなんあったなって思う方いらっしゃるかもしれませんけど、
三崎公園の卒園証書、これがねデカデカと、こういう風にあちこちに、卒園証明の賞状が貼ってあり、記念撮影をしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さん、また See you。